デザインのモチーフとなった5千0と4分9イ憩いは、かつて、日本専売公社が製造、販売した、日本のタバコの銘柄である。1956年3月に販売を開始した20本入りの、両切り紙巻きタバコである。日本専売公社発足以前の銘柄で、1948年から1951年2月まで、販売した後、製造を止めていた。 小をリニューアル復活、新発売した。茶色いパッケージに、黄色の五千符と四分九符をあしらった、木村隆二によるデザインであった。発売翌年の1957年、今日も元気だタバコがうまい。のキャッチフレーズが添えられた、宣伝用ポスターが発表された。1963年には、青森県、1964年には、長野県で、 それぞれ国土緑化記念デザインが発売されたほか、赤い羽根共同募金等、様々なバージョンのデザインが存在した。なお、デザインの一部要素が、当時発売されていたフィリップ・モリス・リョウギリと類似している。発売当初の人気は、新生と共に突出し、それまでのゴールデンバット、光にとって変わった。1960年のフィルター付きタバコ。 ハイライトの登場で色あせ、1974年に生産終了した。ありがとうございます。